ズハンデンドロビウム、ノビルデンドロビウムのビレリンドルは卵化の着生植物。洋蘭のデンドロビウムの代表的な種であり、後輩やとしても重要なものである。本種はインドや中国南部などに広く分布する卵化植物で、日本の石穀などに似て、はるかに大きくなる。花は白に紫を帯びて美しい。本種は古くから木薬として使われた。 それ以上に、洋蘭としても有名で、最も代表的なデンドロビウムである。また、後輩親としても重要で、本種を中心とする後輩品種群をまとめて、伸びる系という。学名の読みとしては、例えば、湯川などは伸びれを当てているが、本種が園芸植物としてこの名で広く流通していることから、情景の名を取った。和名としては、牧野は、 後期節刻とデンドロビウムの二つを取り上げている。前者は学名の直訳で彼が命名したもの、後者は俗名から直接に起こしたものであるよし。木村、木村も前者を使用している。ただし、現在ではこれらの和名を見ることはまずなく上記の湯川もこれに触れてはいない。着生の多年生植物。茎は高さ三十から六十センチメートルで多数が、 束になって生じる。茎は凶暴水系、肉質でお力色をなし、石管はやや短くて2トル程度、幼少は次第に白茶色になって、これを包む。葉は基部を除いて節ごとに生じ、葉身は長大円型で、長さ7から1 1トル幅1から3トル2年目で脱落する。花は普通は落葉した茎の、 上半分の溶液それぞれから出る。短い家系の上に2から4花を相乗につける。花は漏出で方向がある。花は、径が6から8センチメートルで、学辺と、側下辺は、基部が白色で、先端の型から紫黄色を帯びる。新弁は、中心部がノークリー色で、外側は同心円状に白みを帯び、先端が藤色に色づく。 中央の農植部は、ビロードのような肌合いとなる。花の寿命は長い。なお、花植には変異が多い。ネパール、シッキム、ラオス、大北部から中国南部に分布し、標高2000から3000メートルの高齢地を生育域としている。ただし、有名な原種の例に漏れず、本種も乱獲のため野外で、自生や開花を目にする機会は少なくなっているという。 着生状態で栽培した物樹状に着生し、車上、あるいはやや垂れ下がるようにして生育している。日当たりが良く、風の通る場所を好む。生育地は、熱帯域ではあるが高齢地にあり、また雨季と寒季がはっきりしている。4から10月の雨季は温暖だが最高気温は、摂氏30度をほとんど超えない。また寒季である11から3月には、気温が下がるが時に、 摂氏5度になるものの平均気温は急摂氏10度と極端に冷え込むことはなく、霜や降雪もない。この種は雨季の間生育し、寒季には休眠に入り、寒季の終わりから雨季の初めに開花する。加賀の形成には低温に一定期間経験することが必要とされる。ある研究では低温は摂氏18度より低い温度が良く、 摂氏13度2週間の低温期間で加賀形成に十分である。中国などでは他の数種と共に薬用とされる。また、溶卵として古くから栽培され、後輩親としても重視されてきた。デンドロビウムといえばかつてはそれらを指した。前奏を加熱乾燥するか、あるいは湯につけた後に乾燥させたものを金彩切国と呼ぶ。漢方で強壮強制。 または、微生薬として抗気薬とし、人参と並び称されるという。成分としては、粘液質と、セスキテルペン系のアルカロイドであるデンドラバイン、メサデンドラバイン、ノービリーン、デンデアミネなどが発見されている。ただし、薬草の品質としては、本石国 D フィチノレイの方が良いとされている。なお、これらの薬理成分については、現在も多くの研究がなされている大株仕立ての、 ビルケーデンドロビウムこの種は洋蘭として古くから栽培された。マキノは本種を温室に最も普通に栽培する植物であると記している。耐寒性が強いため、無加温でも室内に囲えば栽培可能であり、また栽培そのものが容易であることから安価に出回り、バルブ付きの生け花としても出回った。開花させるには温室内に取り込む前に、 野外で冷気に当てる必要がある。この種自身も栽培されるが、禁煙種との交配により非常に多くの交配品種が作られ、それらはまとめて伸びる系と呼称される。塚本他は十数年前からデンファル系の存在感が大きくなってはいるが、従来はデンドロビウムの交配種といえば、この種に関わるものが大半であったと述べている。これについては伸びる系を参照。 ゆかは P188 巻の P900 以下、記載はドバシ P211 による巻の P900、かさは監修 P202 巻の P900 石田、P25 吉田 P188 石田、P98 から99エンスターマン、木村、木村、P128 八例えば、駆動へール、ヤンへールなど巻の P900 塚本ほか、P114、 ありがとうございます。